設営しました。サイドウォールがある方を車の方にすると囲えるようになる。まあこれイエティね、はい、問題って言われた。ゴミいります？それとりあえず入れない。入れないの？ここで寝ます。 そんなことあります？ショックだなこれ。帰れなくないからよかったけど。ございます。グッモーニング。もう着きます。長かったね。甲州街道がめっちゃ混んでてさ、うん、抜け道しようと思ってナビ設定したらとんでもない峠を走らされてさ、疲れました。 Google あるあるだね最近ね。混んでるのを回避してくれるのはいいんだけどさ、すごいよね。すごいこれでもかっていうところ行くよね。目印はバスが通ってるかどうか、この先がどうなってるかっていうのも分かんないからさ、まあ、バス停があったら安心するっていうね。うん、バスイコールシェビー大丈夫みたいな。お、晴れました。イエーイ、晴れ晴れパッ。雨降ってたんだけど晴れた。うん、着く直前です。やった。青木ヶ原大橋だって。本日のキャンプ場はキャンプ赤池さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、設営だけでも晴れてくれたら、うん、やんでくれたらありがたい。ありがたい、めでたい、嬉しい、たい、そうたい、そうたい。到着します。幻の赤池ですよ。到着。あ、でも風が涼しいね、めちゃくちゃ。そうですね、うん、パーカーも着るの忘れた。でも寒いんじゃない？メキシカンラブを毎日食べてくれない。あ、長崎では暑い。到着しました。お疲れ様でした。受け付けどこですか？あれかな、上かな。到着。到着。キャンプ赤池、はい、というところに来ております。富士山の方ですね。すごい涼しい。秋の匂いがプンプンする。めっちゃ涼しい。むしろちょっと寒い。今で寒いから絶対長袖だね。夜ね。でね、今日はこの間ね、一緒に遊んでいただいたサリーさんのご家族と一緒にキャンプをするということで、はい、ちょうどね今あそこに後ろの方に見えるサリーさんのご家族がいらっしゃいます。意気込みは？タープも張るし、はい、いつもの小川のツインクレスタも張るし、はい、で車中泊、車中泊もするし、はい、もうすごいサイトが広いので、うん、張り方次第ではかなり長細いリビングみたいになるかなと思ってます。はい、そうですね。とりあえずね、設営の方やっていきたいと思います。はい、よろしく。よろしく。こんな感じで車止めてます。どうも、今日もよろしく。やったるで。寝ないでください。はい、設営しました。完了。はい、じゃん、見てください。前やってたスタイルですよ。あ、そうそう、長又キャンプ場の時の後ろからセビー君入れて車中泊スタイルにしました。まあいつも通りなんで、ちょっとじゃあ説明していきますよ。何ですか？蜂がこうやってってなった。今日も、はい、テントは小川のツインクレスタで、はい、あっち側がなんだっけ、あの風防がついてる方。そう、サイドウォールがある方をあの車の方にすると囲えるようになるん でテーブルはここはね、ローテーブルです。今日といつものオルテガの椅子、あとはボックスたち、トランクカーゴたちが 1,2,3,4 個あるんだけど、ちょっと色揃ってないんですけど、今日バラバラ、うん、まあこれイエティね、はい、問題って言われた。はい、イエティ、イエティちゃんと、はい、ゴミ箱、はい、それゴミいります？それとりあえず入れない。入れないの？じゃあ何箱？もったいないからとりあえず入れない。じゃあ何箱？ゴミ箱あるんだこっちに。え、じゃあ何箱？これゴミ箱。何箱？次の時代のゴミ箱。とりあえず今もったいないから、はい、取っときます。わかりました。はい、
棚ですね。そのサロちゃんが作った、うん、DIY の棚ぐらいかな。少なめ雨予報だったので、とあとじゃあ中ですね。中、うん、ここで寝ます。車中泊なので。どうした？鍵開いてるよ。どうしたどうした？硬い。開かない？硬い。ちょ変わって。めっちゃ硬かった。あれ？なんかカスカス言ってる。押したらね、ガチャンとは言ったんだけど。あれ？開かないじゃん。鍵を。鍵しました。うん。ガチャン。うん。あれ？これね、おかしいね。え？壊れた？はい、でも初じゃない？開かないの。あ、全然ダメや。ガチャンって言うんだけどね。開いてんだけど、開かないのこれ以上。開いてんだけど開いてないの。どうする？やばいじゃん。ここの金具があってさ。うん、中に。この金具が動いてないと動かないんだよね、金具が。多分まあ見えないんだけど、うん、見えないけど、あ、油まみれ。どうする？え、なんでなんでなんでそんなことあります？あります？あります？もういいよ。まあ寝れるっちゃ寝れるけど。ドッキリですか？え、違うよ。開くんだよ。そう、ガチャンって言うんだよ。一応キーレスはついてて、うん、全然ダメ。関係ない、うん、全然ダメ。マジでちょっとなんかずれてるし、ちょっとずれてる。なんで、うんうん、本当だ。でもピンピンっていう、パコっていう。ああ、鍵は外れる。でもこっちの多分なんか上が外れなくなっちゃった。引っかかってる感じ。故障だね、故障。今日どうやって中から入って寝る？いや、まあとりあえずちょっと、え、あっち開くよね。あ、開くわ。開く。あ、ボアいる。ただいま。トランクだけ開かないんだけど。荷物積むのがさ、やばいね、そしたらね。だってさ、こっからさ、行ってさ、うん、いや、まあいいや。クーラーとか超重いよ、だって。まあいいです、もういいです。とりあえず諦める。とりあえずちょっと動画進まないんで。ボアです。ボアちゃん、どうする？車壊れました。車壊れました。初車トラブル、クルトラ。まあいいや、とりあえずいいや。こっから入って寝れるから。寝るのはそう、こっから入って寝れるけど、住み込みが嫌だよね。撮影だけ。今日はね、この棚、折りたたみの棚をね、洋服ダンスのように持ってきました。とシュラフと枕、切り株クッションです。あっちから本当は入れるはずだったのに。それ開かないってやばくない？やばいよ。だってさ、このスタイルにした意味。どうやって積み込む？ここはだから、ここを登ってクーラーボックスを持って、肘を曲げてまで持つの結構やばいよ。はい、はい、あとじゃあこれ焚き火。焚き火のやつです。薪割り台と。ファットウッドファクトリーっていうこういうの作ってるところあってね、焼いてもらったんだよね。いいよこれ、すごくかっこいいです。長股の時と同じ車中泊スタイルで、うん、まあ、後ろから入れなくなっちゃったんで意味ないんだけど意味ない連結や意味ないじゃん。ちょっと天気悪かったかこれさ、雨降ってたらさ、うん、あそこからさ行けるはずだったのにさ、そうそうそう、わざわざ出てきてさ、こっから乗るわけでしょチーンだね。この間ね、紹介したリモです。はい、一応持ってきてる。持ってきましたよ。はい、で今日サリーさんご夫婦とお子さんとグルキャンなので、グルキャンです。こっちにご飯とこ作った。そう、タープのとこ作りました。はい、ということで車屋さんに電話しますじゃあちょっと夜の準備して。寒いね。寒い寒い。ちょっと上着着よ。上着着よ。ニューアイテムをゲットしたんだよ。はい、ワークマンのベスト買ったんですか？買いました。おオンラインで買えるので、はい、中がね、見てアルミなんですよ。はいはい、で高温のやつだよね。高温のやつ、あったかくて、うん、今ってさ、アウターは暑いじゃん、うん、けどこのベストだと、うん、長袖の T シャツにもできるし、うん、半袖でもできるし、なんかここがあったかいとあったかいから、結構活用できるなと思って。可愛いと思います。これで L サイズです。うん、色がね、テラコッタってやつですごい、うんうん、一番私のタイプの色。なるほど。パンツでもいけるし、ロングスカートでも可愛いと思います。ここにリブがついてておしゃれで、さらにここがね、ゴムなの、はいはい、だからすんごい楽。
あったかい、ここがで。ポケットいっぱい、これとか、うん、あとはここにあります、これね。ほいほい。これを今日は着て、秋キャンプの先駆けをしたいと思いますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。開くんだけど。そう、ガチャンって言うんだけどね。なんかさ、トラブル続くね。ポール折っちゃったりとかさ。やばいね。ショックだな、これ。帰れなくないからよかったけど。まあ、閉まらないよりはいいか。あ、閉まらないはやだね。防犯上やだね。じゃあ、キャンプやります。もう一旦忘れましょうね、ガフラさん。忘れた。トイレ行くわ。トイレ。トラブルなんとかトラー。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、すごいいっぱい作ってくれてるんですね。今日はね、そう、もやしと無限もやしと、はい、今度新しく無限豆苗と無限豆苗、やばいね。用意していただきました。はい、私はもうもやしと豆苗だけです。あの袋から開けるやつで。開けてパキッて出すだけ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったね。楽しかったね。気温がちょうどよかった。気温がちょうどよかったね。しかも焚き火が気持ちよかったし。しかも焚き火気持ちよかったね。しかも風がない。しかも風なかったね。煙が上に上がる。焚き火の煙が上に上がる。静かにしてください。さっきも説明しましたけど、シェビー君の後ろぶっ壊れてるので入れません。ここから横から回って入らないと寝れません。明日撤収もここから荷物詰めません。もやなんだけど。もやですよね。俺ももやです。どうした。ため息しちゃいけないから吸っといた。あ、なるほど。というか前半はここまでかもしれません、はい、後半はですね、明日の朝私たち初サップ挑戦しようと思います。俺はボビオロコで。それはボブサップと全然違う人なんで。サリーさんご夫婦がサップを持ってて、それ貸してもらって体験させてくれるっていうことなんで、明日サップ初体験の日になります。イエーイ。本日はおやすみなさい。チャンネル登録もお願いします。お願いします。ありがとうございました。斉藤でした。ここにダンコブできた。なんで。頭打ったから。どこで。シェビーで。天井低くて普通に自分が悪いじゃん。お疲れ様です。お疲れ。